はい、どうもタイガです。お疲れ様です。今回ですね、やっていくのは、いつもですね、皆さん動画、ご視聴とたくさんのコメントありがとうございます。というわけで、今回ですね、コメントの中で、まあ、いくつかやっぱたくさん質問コメントもあるんですよね。で、その今回はですね、その質問コメントに動画で個別にちょっと詳しく回答できたらいいかなと思います。まあやっぱいつもコメントに対してですね、まあたくさんあるコメントの中で一つ一つにものすごい細かくね、返答ができない、もう本当にざっくりな返答しかできないので、時間的にも、はい、なので今回はですね、それをですね、いくつか、コメントをですね、5つピックアップしまして、それをですね、詳しく詳細に回答できたらいいかなと思います。というわけでやっていきましょう。はい、それではまずこちらですね。画像のサイズがですね、ちょっと変わることがあるかもしれませんが、ご了承の方お願いします。文章の長さによってね、画像のサイズが変わってしまいます。それではやっていきましょう。こちらですね、本当にこの動画を作る前、ちょうど2時間前にいただいたコメントですね。優しい方がいらしたら教えてほしいですと。初心者で大型をゴレブルガーを持ってるのですが、ですが欲しいのですが、合いますかね。またですと相性のいい大型は何ですか、教えていただけるとありがたいです。はい、かなとおひさまさんですね、コメントありがとうございます。まずですね、ゴレブルガー持っている、ですが欲しいと。まあ結論を言ってしまうと、まあ、ですが欲しいを抜いてしまえばゴレブルガーって固定がものすごい強いから、それをおすすめしてます。ただですね、まあですをどうしても使いたいというならば、ブルガーとは合わないと思います。なんでかっていうと、両方とも前線を張る大型ではないから。もし今持ってるその大型の中で組み合わせるなら、ゴレとデスを合わせる、または、キメラとか、まあ、レッドドラゴンとか、そこら辺とデスを合わせるのがいいと思います。デスはまあ後方支援ではあるんですが、やっぱり今の環境強いって言われてるブルドラガールズにボコボコにされてしまったり、まあ、はたまたですね、まあ、ホワイトドラゴンとかもちょっと苦手ではあるんですけど、あんまり引っ張られてレッドドラゴン、サイクロプス、まあいろいろとやっぱ弱点があるんですね。まあレードガーで横当てとかもありますし、まあ、そこら辺に対して対抗できる、まあ、キメラとかもきついんで、やっぱ触れた方がいいかなというわけで、迎撃大型の方がおすすめしてます。まあその中でもやっぱり一番特に多いのが、まあブルガで、それをやりやすいのはレッドドラゴン。なのでおすすめの順番で言うならば、まあレッドドラゴン、そして、まあキメラで、次にまあゴーレムかなとは思いますが、まあ、今持ってるのがゴーレムであれば、まあ、デスとゴーレムを使い続けるのも悪くはないかなとは思います。まあ、CP 手に入るのも大変だと思うんで、はい、そんな感じです。はい、それでは続いてやっていきましょう。2つ目、ボックスが完成するというのはどういうことですか。サンセットメモリーさん、いつもコメントの方ありがとうございます。こちらですね、3件の返信と、僕の視聴者の方も、まあ、その視聴者のコメントに対して視聴者がねコメントしてくれるんですよ。すごいありがたいですね。やっぱすぐにレスポンスできない時とかもあるんですけど、他のね、白ドラが、白ドラの動画に対して白ドラがね、このこうですよって教えてあげたりとかもしたり、お互い意見言い合ったりとか、まああんま喧嘩はしないようにね、はい、ただ普通になんかお互い助け合ってるのを見るとね、まあ、ほっこりしますね。というわけで今回はこれについて回答していきます。ボックスが完成するというのはどういうことですか。これはですね、まあ圧倒的にクラス帯にもよるんですが、まず第一基準としてボックスの完成は、キャラが30レベルフル装備のことですね。はい、まずはですね、30レベルフル装備のキャラが増えること。なので例えば手札がですよ、ボックスがですね、30レベル、まあ団子は振ってないとしてですよ、30レベルのフル装備 のキャラが、じゃあ全部で20体選出される中で10体30フルだけど、残りの10体が18レベル、24レベル、21、27レベル、27、27、27みたいな、これ完成って言わないですよね、自己枠があるんで。はい、こういうのは完成って言わないんですよ。自分の選出の中で、もちろん団子とか底力っていうのはクラスが上がればどんどん要求されてくるんですけど、まあ、序盤とか中盤のクラス帯であれば30フルでも全然活躍できる中、やっぱ30フルのキャラがある程度増えてくる、それが起きなければ、でしかもそれが基盤となるキャラが増えてくる、まあ、とても大事ですね。例えば、まあ、オーク、支援で言うならばバクオジア、まあ、ウィッチとかでもいいですね。はい、そしてスライムとか、まあ、キラービー、ケルベとか何でもいいです、迎撃キャラとかね。はい、で壁に火力でしょ、あと、まあ、何でも火力も好きなキャラですよ、スケルトンでも銃剣士でも何でも好きなキャラでいいんですけど、そういうなんかやっぱ中盤戦しっかり固められて砦前守れたり、支援火力出せたり、迎撃できたり、対空持ったりとか、そういう特殊じゃないキャラ、普通の一般的なキャラが30フルで増えてくることをボックスの完成って思ってます。はい、要は
多く持ってます。21レベルです。まあ、前回コメントしたんですけどね、アマゾネス持ってます。24レベルです。ただメデューサ30フルです。そして、サキュバス30フルです。こんなボックスは弱いんですよ。なんでかっていうと、メデューサとサキュバスっていうのは、まあサキュバスはキャラ数少ないし、刺さんなかったら弱いじゃないですか。他のキャラがいて活躍できるキャラ、メデューサも30フルにしました。大型石化できればいいけど、じゃあ大型石化できないキャラが来てしまった場合、アマゾネスと多く揃ってないよ、他のキャラも揃ってないよ、どうすんのって話になるんですよ。なのでボックスの完成っていうのは基本的に基盤となるしっかりとね、普通に戦えるキャラたちが30フルであることかなと思ってます。まあもちろんこれがゴッド1とかになると、まあ、大型がねちゃんと底フルだとか、選出される中型が団子フルでとか底力フルでとか、そういう話になってくるとは思います。そういう点を考えれば、まあ上位ランカーを常に目指し続ける自分からすれば、自分のボックスはまだ未完成かなっていう感じですね。なんでクラス帯によって要求の度合いが違いますね。はいはい、続いてやっていきましょう。マンドラゴラってどこに埋めればいいですか、砦前ですか、カッコマルチ。はい、これは名前は何て呼ぶんだろう、トゥエンティーベンさんですかね。はい、よろしくお願いします。今回ですね、このマンドラゴラの埋め方について、埋めた画像をですね3つほど撮ってきました。はい、こちらです。まずこちらですね、ダメな例ですね。まあ、先頭のマンドラゴラは考えないでください。後方のマンドラゴラの位置の話ですね。後方のマンドラゴラはちょっとこれ引きすぎなんですよ。要はこのマンドラゴラって相手のキャラを流さない限りは絶対にスクリームしない。しかもその流す距離も結構流さないといけないんですよ。ただもちろんスクリームをすればその後やられづらくはあるんですけど、スクリームの範囲も後方に大きすぎてて、砦前までは届くけど相手の砦に向かっては絶対届かないですよね。なので正直引きすぎ、完全に守りの方とは言ってもって感じ。ちょっと引きすぎ、2マスぐらい引きすぎかなと思ってます。その分攻めきれないかなと思います。はい、続いてこちらですね。こちらは攻めの方のマンドラゴラなんですけど、これもあまりよろしくないです。まあなんでかっていうと、1回スクリームしたら引っ張られて簡単に処理されてしまうから。だからこの位置にマンドラゴラを埋めるときは基本的に絶対かなりキャラ数で有利を取っていて、もうマンドラゴラで攻めるぞと、攻める気で出してんぞと、そういう時しか置かない位置ですね。はい、マルチもそれも同じです。そういう時しか置かない位置、基本的には置かない。ただ大型戦勝ったりとか、もう砦を無理やり奪ってやるわ、これはマンドラゴラ最前線だって時に埋める位置なので、使うタイミングはあるけどあまり置かない位置ですね。はい、個人的にですね一番正解かなと思う位置はこの位置ですね。まあこれぐらいの距離、要はこの距離でスクリームをしてあげると相手の砦の前のキャラにまで届く可能性があるんですよ。ただこの場合のマンドラゴラも砦に殴りに来る剣士にもスクリームは反応しません。スクリーム後に通常攻撃はしに行きますが、スクリームは反応しません。なので結果的にはマンドラゴラを使う時っていうのはキャラを流さなければならない、流さなければならないが、1枚目と違うところは相手の陣地のよりね深くまで、まあ効果力のスクリームが届く可能性があるといったところですね。そして、結果的には基本的には砦前にキャラが来てもスクリームはしない、砦の裏に来ないとスクリームをしないのは同じなので、ここら辺の位置は上下にしてもいいし、このこんな感じで真ん中にしてもいいし、くっつけても構わないんですけど、こういう位置に切ってあげるのがいいと思います。はい、あとはですね、まあこれは個人の自由なんですけど、まあ、相手のキャラがフリースペース、今この画面で言うならば上のスペースですね、砦がないスペースに流れてきたりするときは、同じぐらいの位置、同じぐらいの同じぐらいの後方の位置に、上の方に置いてあげて、その流れてくるキャラを処理するのもありっちゃありです。その場合は土正面に当てずに相手のキャラを横から斜めから殴れる位置に置いてあげる、それがすごい大事ですね。はい、というわけでね、ちょっと時間がすごい押してますんで巻きでやっていきましょう。4つ目、今の環境でミノに合う大型って何ですか。はい、ミノタウロスですね。このキャラは基本的に、まあ、後出しキャラ、相手の大型に当てて大型を粉砕するキャラですね。まあ、もちろん流したりする場面もあるっちゃあるんですけど、基本的には大型にカウンターで当てるキャラなので、やっぱりこのキャラってしかもまっすぐしかいかないので、斜めとかに動けるキャラと組ませるとすごいいいかなと思ってます。例えば攻めるキャラであるならばクイーンビーとかミノガールとかないしバルーンガールとかがすごい相性いいなとは思います。
で逆に守れるキャラで守りながらまあ攻めれるっていう点を考えるならば、まあレッドドラゴン、レッドラガール、まあそこら辺ですかね。まあ一応ゴールとかキメラも相性悪いっちゃ悪くはないんですけど、やっぱ対空をあのミノってスキルの振り下ろししかないので、まあ最悪触れますよっていうところを考えると、まあレドガとかレドラとかそっちの方が相性はいいかなと思ってます。ほんと自由ですけどね、あのこのキャラ使いたいっていうのがあればそれでいいと思うんですけど、個人的にもし自分がミノタウロスをリーダーとかで使うならばレドガかレドラと組ませます、間違いなく。はい、というわけで、ラストの質問回答していきましょう。爆王子よりウィッチの方が強い、場合によるとしか言えないんですが、まあ、役割用途の話をするならば、爆王子は大型戦での火力がすごい高い、もちろん対中型でもすごい強いです。ただまあ、スキルを打たなければならないんですよね、まあ、当たり前ですけど。で、あの遠くの敵まで殴れるのもすごい強いんですが、あの対空はスキルの爆発にしかない、まあ十分あるだけマシですし火力も高い、なので別に文句のつけるところはないんですけど、そこにちょっと注目してください。逆にウィッチの場合、地上まあ空それぞれ殴れますと、あの射程がちゃんと空にまであります。この時点でここではここの部分は爆王子より上ですね。で火力はどうだって言ったら、火力は低くはないんですよ、低くはないんですけど爆王子ほどの火力はない。なので火力に関しては爆王子に軍配が上がると。ただウィッチのスキルはあのスキルでも、まあ、地区同時できる、まあ、これは爆王子も同じなんですが、ウィッチのスキルはですね、まあ、隕石が落ちるんですけど、その隕石が耐久値を持って、まあ、デコになるんですよね、壁になるんで、砦前守れたりとか、まあ、相手がそこにターゲットしたりとかするんですよ。なので時間稼ぎができる。それプラスですね、爆王子との違う点で言うならば、ウィッチの方がアンチ関係が豊富です。爆王子はどんなキャラに対しても苦手なキャラが相手でなければ効果力を叩き出せます、コンスタントにずっと。ただウィッチに関しては爆王子ほどの火力はないにせよ、あの対アンチキャラに対しては爆王子並みの火力を発揮します。ここが違うところ、火力に関してはちゃんとそれぞれいいところがある。爆王子は常に強い、大型戦でも強い。ウィッチは大型戦は対バルガとかバルーンにしか強くないけど、ただアンチキャラが豊富ですね。で、さらに通常攻撃に対空がついていると。ここの違い、どっちが強いかって言われると答えられない。正直両方揃えてもいいぐらいには使いやすいです。ちなみに自分はですね、ウィッチが底力フルになりました。はい、ウィッチ超強いですね。爆王子もなってます。爆王子も超強い、もう本当に好きな方でもいいし両方でもいいし、お任せです。はい、というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。まあ長くなりましたが参考になれば幸いです。というわけで、よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。